週はね、来週の前哨戦といいます、はい、プレー前夜祭に意味ね、ニックネームです、来週もこれね、やりながらの前で読みたいと、はい、まずは板橋区、早瀬翔吾君、北島三郎さんのニックネーム、演歌の目標谷圭さんのニックネーム、ガッチョオン、あ、ガッチョオン、うまいね、これあげましょうね。京都のペンネームボルボ13、うん、出川哲朗、ニックネームやかましい清彦バカくん、松尾番内くん、10年前と同じ同じですよね、変わんないよね、あげましょう、結構病弱な、多分10年後も同じだと杉並区の井上薫くん、結城進先生のニックネーム、泉純料理人バカだね、結構怖 い、ね、結構怖いんだよ、一緒に地方行った時酔っ払っちゃったら、うん、スタッフがあんまり酔っ払っちゃったんで、うん、先生が、うん、奥さんに電話しますよって、それならせよっつって、本店電話したら奥さんに出て変わってください、変わったらすいません先生が謝って、ね、いいねそういう関係ね、あの僕原宿にね、先生原宿にお店があるでしょ、うん、前原宿よく行くお店に行こうとしたら、うん、道のあっちの方から、うん、あこんな俺この時間それじゃダメだよダメだよそれじゃあ、あ、誰だと思ったら先生が奥さんと一緒に歩いて、おー、あ、どうも、綺麗です、綺麗です今、いいなぁ、これもリサに叱られてみたいな、なんだよそれねえ、なんでも、ねえ、ラビさ、ラビダメ、なんでも女の子がシードになってるから、何の話題になってもシェイプアップかリサに言っちゃうんだもん、だっていいんだもん、だっていいんだもん、子供あ、リサだ、叱ってば俺のダメなところ俺を導いて俺を指導してバカジジイ土浦市の天貝弘樹くん、ロッテの伊良部秀樹のニックネーム、林屋三平わがまま、俺もやろうぜ、まあ、うまいですよね。やりましょう。でもああいうふうに喋ってくれたら、絶対ダメですから、行きたいんですから、大丈夫。もう、みんな邪魔してても、うー、大リーグ、行きたいのに、なんでなのさ、って言ってくれたら、みんな味方するの。どっかへ入れたの？入れてない。今年は見送りでしょ？じゃないか。岡山市の吉岡正俊君、僕のニックネーム、小高いの。小三海くん、あ、小三海、しかも代々木も三海、やめろ、あと色違いも三つだ、やめろ、あ、三が好きなんです、そうそう、石田純一さんのニックネーム、チューインガムくん、ニュースを読んでる時噛んでばっかりだから、キャスター始めた、あ、そうですか、夕方のね、女性口説く時は噛まないらしいですから、さあ、宇都井健さんのニックネーム、ローソンのおでんくん、なんで？具が大きいから、バー、高島忠夫くん、宇都井健さんのニックネームが高島忠夫くん、なぜか息子が自慢だから。うまいとこくぐってくるね、みんな、あげましょう、うまいよ。あ、また読めないやつ、ギノワン氏、ギノワン氏のペンネーム親分はイエス様、スマケイさんのニックネーム、中途半端な高松秀で高松さんおかしかったね、ぼやいてるわけ、面白いよね、多分嫌だったんだよ、土浦市の小室優子さん嫌だったんだな、仕事ばっかりなのビーズのニックネーム、ピチピチ革パン組、いいね、もう女の子好きだよね、ビーズ、田中りっちゃんがいいセクシー、胸開けてると誘われた、誘われてるって思っちゃう、それもでもあるよ、この前高見京子ちゃんは役所広司さんのが失楽園で素敵だって、本当にいいからとして素敵素敵って言ったの、あの反町くんも いい体してるんで女の子素敵って思うんだって、だからミスターオクレさんの体見て素敵って思わないらしいそうだよね、やっぱね、海老名市の肥後まさるくんはいい体で生まれてくる、広末涼子ちゃんの、あだ名、ええ、見やすいアヒルの子、あ、うまいね、これはうまいですね、これはちょっとうますぎるね、なんかあげましょう、練馬区の中島光一くん、ストロング金剛さんのあだ名、恥ずかしい体つきあげよう、これ伊東市のレイソル&ナイトスクープ、レーサー星野和義さんのニックネーム、鈴鹿を走るセルジオエチ似てるわ、うまいな、海老名市肥後まさるくん、
少年隊のニックネーム、うん、中年隊そのまんまじゃないかよしょうがないよ、キアリアは積んでるんだから。でも日記17歳の時綺麗だったよ。人形みたいだったよね。ほんとき、あのね、あのあそこに来たのよ、カックラギに来た時綺麗でさ、この世のものとは思えなかった。でね、東君がね、ちょっと演歌っぽかったの顔が、うん、それが2年したらすごい演歌の匂いが消えていいよと思った。俺たちが、まあ、変わんないね。変わんないね。どうしたらいいんだろう。山下達郎さんのニックネーム、うん、珍しいペットあげましょう。ウニイクラドロゾウくん、花坂じいさんのニックネーム、別所武彦さん、逆言ってます。ひたきりすずめのおじいさん、うん、誰でしょう、このこれのニックネームは。誰？関根純蔵さん。かぐや姫のおじいさん、さあこれ誰ですか。小川博さん。雰囲気うまい。小太りじいさん、う金原二郎さん、うまい。花咲じいさんの悪いじいさん、うたたらじゅんさん、うまい。え、桃太郎のおじいさん、う春日三九さん、ゆい感じでしょ。感じ、うまい。あげましょう、ね、あげましょう。これのしのし渡辺淳一くんいきます、うん、平見喜次郎さんのあだ名、しりひめ、ひどヒッププリンセスですかこの番組今に怒られると思うんだけどな。うん、もうこれさ、この番組ラビーさ、この番組さ、うん、若手がね、うん、こういうのやってんなら許してくれると思うんだけどディレクターももう中堅だしさ、俺たちももう若手レースで逃げられない時にこんなことやってていいんでしょうか。いいんだよ、尻姫だと。それで一応みんな大学出て入社試験して受けてきた人がそれなんだよ世の中な。もう一回言いますよ、うん、平見喜次郎さんのあだ名、ちり姫、いいことだよ。なんだよ無駄がなくし世の中にな、軸ばっかり言っててさ、ね、止まっちゃった受験テクニックを身につけてるからおかしくなるんだよ。いいのかなこれ。黒柳徹子さんのあだ名、カンペオババ、かわいがもんちゃんのニックネーム、うん、4文字熟語うまい、うまいでしょ。佐々木久保さんのニックネーム、どうもう来てくんなくなっちゃうぜ頭にカレーパンでもうまいんだよね。赤坂康彦さんのニックネーム、そのまんまじゃん、帽子マンあげましょう、そのまんまだよ、あげよう川口志文沖馬くん、松原信也さんのニックネーム、ウジャコングこれみんな後読みません、どんだけだ先聞いて魂の川口純平バカじゃねえのこれはいいじゃん。ファイティング原田さんはあいいですか、ええ、大木君のファイティング原田さんのニックネーム読めるひまんこばらなにこれ細川隆一通領さんのニックネームノーパン消防士マサルくんって今これ何これ明日新助さんのニックネームへそなしマダムなんだよたまさんあるんだよ、なんだよこれ、まあ、もうこれをあげましょう。たまちの川口純平君、水野晴郎さんのニックネーム2つありますヒゲシンデレラもう一つは読めない読めない読めない、もろみえ母さんバカじゃねえの、もう一つ、もう一つあるの水野晴郎さんのニックネームミス創造人バカじゃねえくどる尻出しミュージカルあ、すいません、あのね、想像妊娠だけどね、ごめんなさい、いいところでね、松岡健二さん、あの
あのヤングママの審査員だろ、それ終わった後さ、子供がいっぱい、全部子供いるじゃない。わし女はええの、腹痛めて子供産めるからのって、松岡健二さん産みたいんですか。わしゃ産みたい自分の腹を痛めた子が欲しいって言って怖かった読めない読めないぞあ、やめない、ひどい、全然顔がこの最後3つ強烈です、ひどすぎる、頑張ります、はい、川口の無毛教官、出川哲朗のニックネーム、兵六玉、うん、これはまだいいですよ、許可ないけどね、草野仁さんのニックネーム、ひとしさん、サワラセポパイ、イノシの奥田翔君、宇津井健さんのニックネーム、うん、ひずりくんバーカじゃん鎌倉市の鎌倉市の人見竹下くん古谷一光さんのニックネームねえ古谷一光さんのニックネームしくじりお稲荷さんバカだよメランコリックお稲荷さんでもかバカじゃないの、あとね武大木場くんね、この水野晴さんのこの4つのこのね、これは読めない。どれですか？これちょっと読んでないこれ。もう絶対笑っちゃいけないですよ。笑わないですよ。目で見て見て見て、うん。絶対笑えませんか？笑えません。というわけで来週もヒントこれ公開で公開の時にしていきますんで、はい、また送ってください。郵便番号107のレール。TBS ラジオアップス水曜、小崎青でお待ちしてます。ひどすぎ。